そこのやつ出てこい。おっと、もう気づかれるとは。さすがオーディナルスケールでランク2だっただけのことはあるね。何の用だ、喧嘩を売っているなら。いや、僕が興味を持っているのは AI ユナだ。今日は一緒じゃないのか。なぜユナのこと。とある人に頼まれてね、経過を見に来たんだよ。ん？ユナを心配している誰かさん。さ、彼はユナが自己同一性を保てる場所を探していてね、僕が GGO を紹介したんだよ。重村教授のことか。お前は一体。僕？そうだな、誰かの友達だったこともあるし、魔王だったこともあるよ。今はただの何者でもない。つまらず、少なくとも今のところはね。あの時僕らの GM 権限を停止した、より高位の権限を持つ存在、あれを契機にザ・シード・ネクサスの干渉が増している。いろいろなものがこの GGO に流入しつつあるんだ。例えば幽霊とかね。キリトのあの NPC のことか。君のユナの様子からある程度ザ・シード・ネクサスの動向を探れるかもと思ったんだけど、ま、次は合わせてくれよ。待て、お前の目的は。そう急ぐなよエイジ、すぐにまた会うことになるさ。休暇が終わったら仕事に戻らなきゃならないから。